ダイエットでまずそのなんてダイエットで悩んでる人、痩せたいけど、まあ、痩せられないっていう人が一番最初の壁というかにぶち当たるところって何食べたらいいかわからないっていう人がすごく多いんですよね。これ食べても太るし、あれ食べても太るし、じゃあ何を食べればいいの？もう最初に例えば炭水化物抜きとかご飯とかパンとかそういうものから省いていって、なんかお肉も食べたら太るんじゃないかとか、結構ダイエットで悩んで一回私自分でダイエットしたことあるんですっていう人がほとんどになんか野菜しか食べてなかったりとかするんですよね。でもそれで、まあ、痩せたとしても結局長続きもしないですし、逆に体を不健康にさせてしまっているので、それをなんか正しい知識があればきちんと食べながら痩せることができるので、だから最終的には皆さんそのエステの力を借りて痩せるではなくて、本当に自分で最終的には食事のコントロールを自分でできるようになってもらいたいっていう思いでやってます。太った原因というか体重が増えた原因が一体どこかっていうのをちゃんと知ってほしいなと思います。でそれを知っていくと、本来ダイエットって日常の食物っていう意味があるんですよ。これって結構深いなと思っていて、なんか普通にきちんとした生活をしてれば、まあ、健康的な生活を送ることができるっていう意味での多分ダイエットっていうことだと思うんですよ。でそれを無理やり痩せるっていう意味に捉えてる人も多いんですけれども、全然そういうわけではなくて、きちんとした生活をきちんと送っていくことができればそんな体に悩むことってなくなるんだよっていうことだと思ってるんですよね。でそれをなんか変に捉えてしまっている、ちゃんとした食事ってどういうものなんだっていうのをきちんと分かってない人も多いなっていうふうに感じているので、それをこう修正していくというか、そうすると体のリズムだったりとか生活のリズムがどんどん整っていくので、より健康的によりきちんと食べながら痩せることができるっていうところに今着地している感じです。食事を知るというか食べ物を知るっていうことは人生を豊かにすると思ってます。食べるものって軽視されてる方はされていて、なんか食べれればいいやみたいな気持ちで食べてる人が多いんですけれども、でも食べてるものがやっぱ体を作ってるので、なんかそれをどういうことかっていうのが理解できると、本当にその未病の改善みたいな、要は今言われている生活習慣病って生活が乱れることによって起きてる病気じゃないですか。そういうのはほとんど防げると思っていて、でそれって自分が痩せて食事を知って、あ、体と体ってこういう関係がこういうふうにつながってるんだっていうのを理解ができると、多分食べるものとか選択するものが変わっていくと思うんですよね。でここに来ていただいているお客様って結構お母さんが多いんですけれども、お母さんがだいたい家族の食事を用意していると思うんです。でそしたらお母さんが食べる食事というか、お母さんが作る食事が変われば家族にもいいことが伝染していくんですよね。なので結果その家族の健康につながっていくんじゃないかっていうふうに私は思っているので、いつまでも健康で、でしかも若々しく痩せて若々しい楽しい人生っていうのを一人でも多くの人に伝えたいなと思ってます。まずはやっぱり痩せられなくて困っている方で、あとは何を食べたらいいかわからないとか食べないダイエットをして苦しんでる人とかに来てほしいなと思ってます。でよりやっぱり自分の人生を幸せに楽しく豊かにしたいって思ってる人、なんか今痩せればいいっていうよりは今後の人生もやっぱりより豊かなものにしていきたいなって思ってる人にぜひ来ていただきたいです。ダイエットはきちんと知ることで食べながら痩せられます。なのでぜひ食べないダイエットはしないでいただきたいです。健康的に痩せましょう。